125ポイントですから。で、それはスポーツポイントということで入れてるわけなんですね。で、そういうふうにいろんなあのこうものが入れることができるんですね。で、今あの世田谷区と交渉しているのは、夏場になりますと中学校なんかもプールの開放するわけなんですね。で、まあ、ここら辺の地元の人もあのプールの開放日にはあのプールの利用するものですから、スポーツポイントということで、そのポイントをラックカードに入れてくれないかというふうな交渉をしているところなんです、まあ、そんなことであのこの IC カードですといろんなもののメニューが掲載できる。で、例えばこのボランティアポイント、ボランティアに参加して今まで何回参加して何ポイントをあのもらったんだと、何ポイントつけられたっていうのはこれは履歴が残るんですね。で、こういったものはあの地域貢献といいますか、地域に対する貢献度が高いということで、例えば何万ポイント以上になったらあの世田谷区長表彰するとか、そういったあの検証制度もいずれ設けていこうというふうにあの考えているわけですね。まあ、そんなことでこういったあのポイントがあの商店街全国でも初めて の, このポイントシステムになります。で、まあ、これはあのボランティアなんかはあのお子さんからですね、まあ、お年80歳ぐらいの方まで参加されているんですね。で、まあ、あの一家でみんなあのお子さんからあのご両親まで参加するとか、本当に自由参加になってますんで、こういったものは本当に街がきれいにしようというみんなのこう集まりの会みたいな形であの参加していただいてますんで、まあ、もしあの生徒さんの中で、この近辺にお近い方がいらっしゃればぜひ一度毎月第1日曜日の朝9時にお集まりいただければ、そういったの活動もあのご覧いただけるんじゃないかと思いますね。で、私の方ではこのカードについては従来まではただ買い物ポイントだけを搭載する、あるいはクレジットと提携したあのカードということになってたんですが、今は、お子さんからあの大人の方まで、このカードを持ってご利用していただくということで、コミュニティカードということで、このカードの取り扱いはしております。で、今あの資料の方にあのこういったあの A3 版の資料もお渡ししてありますので、まあ、これなんかもまたあのお買いになりましたけども結構ですけど、時間ありましたらちょっとあの読んでいただくと、私どもの商店街のカード、あるいは商店街の活動、こういったものも、若干あのご理解いただけるのではないかというふうに思っています。それからあのこちらの方の地図なんですけど、まあ、これからあの商店街を見てもいただくということなんですが、まあ、原則あのこのスタンプをできるだけあのやってもらいたいということで加入を進めているところなんですが、この赤丸のついているところ全部があのスタンプ店じゃないんですね、申し訳ないんですけど。で、スタンプ店は今あの渡してあるこの台紙の台紙に印刷してある店舗しか、スタンプを出してないんですね。で、しかもその中で